く寝た。すごい、ホテルの展望室、展望台みたいなのに来ました。わあ、めっちゃ綺麗。いいですね、海の近くの街、静かで自然もあって。こっちはこんな感じで山みたいになってます。じゃあ早速ね、あそこの海の一色海岸、一色海岸に行ってちょっと泳ぎに行こうと思います。はい、海着きました。じゃあ早速ね、ちょっと暑いんでサンシェード持ってきたんで、サンシェード立てようと思います。はい、できました。ちょっとだいぶね、風が強いんで飛ばされないか心配ですけど、なんか丸いとかで買った2000円ぐらいのやつなんですけどね、これワンタッチじゃないけど、テント式で折りたたみできした時コンパクトでね、いいんですよ。いやー、めっちゃ気持ちいいです。いや、最高。やっぱ海大好きです。はい、じゃあホテル戻ります。もうホテルね、海の目の前なんでめっちゃ便利です。あー、和室最高。人いる。はい、江ノ島着きました。
ょっとお腹空いたんでここのお店に入ってご飯食べます。これにします。来た、うまそう。いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、じゃあちょっと疲れたんでね、また一回ホテルに帰ろうと思います。やっぱこういうね、ちょっと異国の地にねバイクで来るとちょっとこうやって駐車して離れるとマジで盗まれてないかすぐ心配になりますね。よかった、盗まれてなくて。じゃあ帰ります。寝ちゃいました。あー、もう夜だ。よし、じゃあちょっとまた腹減ったんでこれからちょっと晩飯食いに行こうと思います。どっかお店やってるかな。この牛タン焼き屋がやってたんでここで晩ご飯食べようと思います。これ美味しそうなんでこれにします。来ました。あー、うまそう。いただきます。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。閉店間際だから誰もいません。はい、ごちそうさまです。いや、牛タン美味しかったです。まあ、ちょっと迎えにコンビニがあるんで、なんか買ってまた宿に戻ろうと思います。はい、コンビニでお菓子と一応健康を気遣ってトマトジュースも買ってきました。